株式会社工夫カンパニーは、株式会社、オーチーの株式会社エニマリ、株式会社ロコガイドなどを参加に持つ日本の持ち株会社。工夫カンパニーは、2018年10月1日に、株式会社、オーチーのと、株式会社ミンナのウェーディングの共同株式移転によって設立された。株式会社オーチーは、住宅購入、賃貸、建築、 リフォームの情報提供などの事業をみんなのウェディングは結婚式場の口コミサイトであるみんなのウェディング運営事業などをそれぞれ手掛けてきた。オーチーノとみんなのウェディングは2018年5月15日に経営統合を行うことを発表。両社は同年10月1日付で共同株式移転の公式で持ち株会社である株式会社風カンパニーを設立した。 同時に、おうちいのと、みんなのウェディングに代わり、東京証券取引所、マザーズ市場へ上場した。経営統合後は、互いのノウハウなどを連携しながら、高いサービス展開を図るとしている。金融事業領域においては、日々の暮らしに寄り添い行動の変化を促す、財務、ライフイベントをきっかけとした保険の検討支援を行う、保険の工夫に注力することにより、生活者が、 より賢く、楽しく、お金と向き合えるサービスを提供する。370万のファミリーが利用する社会体験アプリ、ゴッコランドを軸に、ファミリー向けデジタルコンテンツ事業を展開する株式会社キッズスターがグループに参画し、株式会社キッズスターの参画に伴い、子供関連事業へ進出、グループの事業ポートフォリオを拡大している。 工夫カンパニーとロコガイドは2021年5月14日に同年10月1日付で共同持ち株会社設立による経営統合を行うことを発表。工夫カンパニーは同年9月29日に上場廃止となり、翌9月30日付で株式会社工夫中間持ち株会社へ称号変更された。翌10月1日付で株式会社工カンパニーが 工夫カンパニーに代わって、東京証券取引所、マザーズ市場へ上場し、工夫中間持ち株会社は工夫カンパニーの完全子会社となった。工夫中間持ち株会社に関するカテゴリー、ありがとうございます。